骨。それは古来から泣く子も黙る天下の剣と言われ、東海道の難所として有名であり、東京からも近い温泉観光地でもあり、新世紀エヴァンゲリオンでは第三神東京市があって、使徒が襲来しまくった場所でもあります。もし箱根がなかったら、お正月の風物詩箱根駅伝はなかったかもしれませんし、弱虫ペダルも箱根学園がいなければ、アンディもフランクもファビアンも見られなかったでしょう。というわけで、本日の南チャンネルは、関東のローディーなら一度は登ってみたい箱根に行ってみたいと思います。おはようございます。人見知りでライド中に声をかけられたら AT フィールド全開系ロードバイク女子の南です。本日もこちら千葉駅北口から輪行して目的地に向かいます。晴れてて最高。千葉から箱根までの日帰りだとちょっと時間が押せきつきつになってしまうなって思ったので、今回は箱根の麓でもある熱海で一泊しちゃおうと思ってます。そんでもって千葉から東京まではこの成田エクスプレスにお世話になります。成田エクスプレスというと文字通り成田空港を利用するための路線なのですが、ちゃんと千葉駅にも停車してくれるんです。2022年のダイヤ改正で千葉停車が大幅に増えた上に、期間限定で特急料金も 35% オフになっているのでめっちゃお得。内装も綺麗だし、荷物を置けるスペースもめっちゃ広くって、旅のモチベーションがぐんぐん上がってきます。待ってるよ、箱根。キャったらまさかの一時停止。前の電車の車両点検が済むまでは動かないようです。東京駅の乗り換え時間は7分しかないのでちょっと心配。15分ほど停車してようやく動き出しました。結構停車時間あったのでかなり厳しい試合展開ですが、私は JR 東日本を信じている。諦めたらそこで試合終了ですよ、成田エクスプレスさん。スピードをぐんぐん上げて遅れを取り戻してくれているようです。そんでもって東京駅に到着。時刻は8時59分。乗り換え予定の特急踊り子号は9時出発。無理。欲しかったけどここまで頑張ってくれてありがとう。車掌さんに相談したら大船までは乗ってもいいと言っていただいたので、そこから東海道線に乗り換えることにして、とりあえずテンション上がってお腹が空いたのでおにぎりの補給です。大船に到着。気をつけて成田に帰れよ。さあここからは東海道線で熱海まで一直線です。車窓から見える海も綺麗だし、これから憧れの箱根を登れると思うとワクワクしてくるぜ。ファッキュー。なんでやねん。幸いなことに2回目のちょこっと休憩も15分ぐらいで動き出してくれたので安心しました。予定とは違う電車でしたけど、無事に熱海駅に到着です。 N700 系も買っちゃいい。さすが言わずと知れた温泉天国熱海だけあって、立派な駅舎で平日にもかかわらず多くの観光客でにぎわっています。駅は近代的な感じで綺麗ですが、ロータリーを挟んで反対側は昭和レトロな雰囲気のビルや土産物屋さんがあっていい雰囲気です。今日結構暑いのに足湯にめっちゃ人がおる。ここ熱海は海沿いにびっしりとホテルや旅館が並ぶ光景から、かつては東洋のナポリと言われ、おじいちゃんおばあちゃん世代では新婚旅行の定番と言われていたそうですが、最盛期に年間530万人を超えた宿泊客数はバブル崩壊後に激減し、700件あった宿泊施設も2011年には300件ほどになってしまったそうです。しかし近年では市を中心にカフェやゲストハウスを整備したり、個人客にも対応できるようホテルの改装を行ったりして宿泊客数は上昇。ここ3年で50件に近い施設が開業しているそうです。団体客に支えられた大規模な温泉街は衰退や廃墟が多くなったりと寂しい話が多いですが、熱海みたいに地域の工夫で復活するケースもあるのは旅行好きの私としてはなんだか嬉しいです。さあ熱海の歴史もそれくらいにして、相棒を窮屈な袋から解放してあげました。今日もよろしくな。
駅前で一人カメラを回しているだけでも人目を引くのに、クマのツールケースを撫で回している私は相当ヤバいやつに見られている気がします。さっさと本日のおやつであるプリンススマートイン熱海さんに荷物を預けて出発しましょう。今回は最初からぼちくそ長い登りが続く上に、足の甲まで補給を取ることができないので、走る前にしっかり補給をしておきます。ボトルの中は奥入りなのが南流です。ボトルに入りきらない分を飲み干して、スタートからお腹トプトプになるのも南流です。ちなみに今日のコースはこんな感じです。まずは熱海から国道20号線、通称十国峠を一気に登って芦ノ湖を目指します。芦ノ湖周辺を見て回って、箱根湯本方面に下り、小田原から海沿いを走って熱海に戻ってくる80キロ 1500m アップのコースになります。 1500m アップ、逃げちゃダメだ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 。まずは熱海の温泉街を走っていきます。ほんと今日はいい天気だな。自分で言うのもなんですが、青い空とジャージの色がマッチしててすっごくかわいい。最近靴下の色とかしっかり揃えてコーディネートをしているおしゃれローリーさんがいるとガン見してしまいます。早い人も憧れますが、着こなしが綺麗な人もいいですよね。今走っているのは多分熱海の中心街の方だと思いますが、ちょっとレトロなホテルや旅館が並んでいて昭和の温泉街って感じです。路地裏は走っているとなんかジブリのワンシーンみたいで、どっかの異世界に入ってしまいそう。でも坂にある町だから路地裏のシャドウはきついんじゃ。心拍上がって危うく別の意味であっちの世界に連れて行かれそうになりましたが、なんとか開けた道に出ることができました。こちらは熱海の隣駅の沖ノ宮駅です。どことなく南国風な駅舎がおしゃれですよね。ちなみにこの木の宮駅とお隣の神奈美駅の間には丹那トンネルという 7804m もある長いトンネルがあります。このトンネルは昭和9年に開通した、当時としては日本で2番目に長い鉄道トンネルだったのですが、その工事はバチクソ大変な難工事だったそうな。湧き水が多いため、それを排出するためのトンネルが本体よりも2倍も長くなったり、崩落等で67名も殉職者が出たり、結果的に7年で終わるはずの工事は16年もかかってしまいました。トンネルの熱海側には殉職された方の慰霊碑があり、今でも丹那トンネル感謝祭が行われ、熱海市長や市議会議員が献花しているそうです。まさにプロジェクト X、 青函トンネルはプロジェクト X で取り上げられていた気がしますが、丹那トンネルバージョンもあったら面白そう。これからスタートっていう時にいきなりチェーンが落ちて慣れないですが、登りの前にしっかり集中しろよっていう神様からのメッセージだと思うので、南頑張ります。まずは国道20号線を登って、ケーブルカーの駅である十国峠山麓駅を目指します。相変わらず狂い散らかしているガーミーちゃんに脇道に誘導されて、急勾配チルチル路面でスリップしそうになりましたが、綺麗な海やエモい路地裏を散策できたのでよしとしましょう。十国峠までの道はほぼずっと 8% ぐらいだったと思いますが、斜度の変化があんまりないので一定のペースで登り続けられます。心拍も上がってくるけど、こういう頭を無にしてひたすらペダルを回す感覚って好きだな。なんか病棟で面倒な仕事を押し付けてくる先輩や、夜勤で必要ないのに叩き起こしてくるファッケンな不調のストレスも浄化されていく気がします。顔出していない系ロードバイク女子の特権その1、職場の愚痴は遠慮なく言える。おしゃれなお家いいな。こんな毎日綺麗な海が見える場所に住んでみたい。玄関から1秒で昼くらいも始められるしね。強い日差しであちちってところから、木陰に入ってヒヤッとするのを感じると、もう夏が近いんだなって感じます。ロードバイクに乗っていると四季をより敏感に感じられて楽しいですよね。春夏秋冬全部好きになる。でも梅雨は濡れないから嫌い。西熱海ゴルフコース脇を過ぎると、県道11号線、通称熱海夢ラインと合流します。ようやく箱根の文字が見えてきましたよ。ワクワク。
ブラジル風カラーの急カーブチー。ここから先は忘れっぽい上司の指示のようなあっちこっち急な方向転換が続きます。インコースはシャドウがきついので、私の鍛えられたダンシングでクリアしていく。ようやく熱海峠インターチェンジ付近まで登ってこれました。ここまで10キロで590メートルアップ。熱海夢ラインもまだまだだね。インターチェンジから1キロほどで目的地森の駅箱根十国峠に到着です。ここからロープウェイでさらに上の十国峠展望台に行けるみたいなのですが、時間的にちょっと厳しそうです。でも見てください、森の駅からでもこんなに大きな富士山が見れちゃいます。こんにちは。私みなみに見られるのがちょっと恥ずかしいらしく、雲で顔を隠してしまっている富士山ですが、相変わらず左右対称の綺麗な稜線です。十国峠の由来は相模、伊豆、駿河、遠江、信濃、甲斐、武蔵、下総、上総、天野の十国を見渡せるところから来ているそうな。今だと神奈川、静岡、長野、山梨、東京、千葉になるので六国峠ですね。ここから先は西伊豆スカイラインになります。西伊豆スカイラインは稜線の上を走る観光道路で、気持ちのいいワインディングが続いていて、めっちゃ爽快な気分になれます。標高は 800m 近くをずっと走るので、眺めも最高で、ヒルクライム後のご褒美みたいな道でした。ダウンヒルでヒャーヤッフーするのもいいですけど、こういうなだらかな道も好きだな。バイカーズパラダイス、ロードバイカーズパラダイスも作らんかい。ちょっと眺めがいいところがあったので休憩です。ちょっと遠いですが駿河湾までよく見えます。静岡にもゆるキャン聖地たくさんあるから、いつかロードで行ってみたいな。さあ、西伊豆スカイラインも終わって、今度は芦ノ湖まで下っていきます。芦ノ湖は箱根火山の活動による窪地にできた湖で、周囲を山に囲まれた地形をしています。つまり帰る時もまた登らないといけないってことです。くそ、なんて面倒な地形なんだ。そんなこんなで箱根町港に到着。ここは芦ノ湖遊覧船の港であり、また箱根駅伝の折り返し地点でもあります。青学の山上こと神野選手がぶっちぎって入ってきた時は感動したな。近くには箱根駅伝ミュージアムや記念碑もあって、お正月は半年先なのになんかワクワクしてきます。私も頑張る大学生を見習って残りライド半分頑張りますよ。誰か私の助け受け取ってください。本日の芦ノ湖は風もなく穏やかで、観光客と食い地張ってる系ロードバイク女子1名でにぎわっております。ここ芦ノ湖は遊覧船で湖を周遊して、湖の綺麗な風景を楽しむことができます。ちょうど出発する船があるけど、あれ？片方は近代的な船で、もう片方は麦わらの一味を乗せてそうな感じ。これは小田急グループの箱根観光船と、もともと西部グループだった芦ノ湖遊覧船の2つの会社が就航しているからなんです。小田原駅から箱根一帯を回るには、バス、鉄道、ロープウェイ、遊覧船などを乗り継ぐ必要があり、小田急グループと西部グループはこの輸送シェアを過去20年以上にもわたって激しく争っていたそうです。その争いは小説や映画になるくらい激しく、西部グループが作った専用道路に小田急のバスが入れないようにバリケードを張るような実力行使から、法廷闘争、株の買い占めまで行う泥沼の戦いでした。当時の小田原駅では箱根に向かうバスの奪い合いも勃発していて、双方メガホンのボリュームを最大にして客も何を言っているのかわからない状態だったり、両者のバスが出発すると抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げていたそうな。子供か。そんな弱ペタで言うと鳴子と今泉並みに犬猿の中であった小田急と西武の関係も、小田急単独で箱根を周遊できるようになると沈静化し、今では小田急の箱根フリーパスで西武系施設の割引が使えたり、弱ペタで言うとアンディとフランクのような相互協力関係にあります。箱根を周遊する方法として、現在小田急からは箱根フリーパス、
西武系である伊豆箱根バスからは箱根旅助けという定額乗り放題チケットがあるのですが、若干伊豆箱根バスはマイナーなのか、箱根登山バスの方が乗車率も高く人気があるみたいですね。でも伊豆箱根バスにはラブライブのラッピングバスがある。じゃあどっちがおすすめだって？そりゃロードバイクで箱根周遊できる南バスに決まっているじゃないですか。カイツを持っていると箱根周辺の県道国道を無料で走り放題なんです。あ、ロードバイクと登りきるスタミナはご自身で用意してくださいね。ちなみに最初に映っていた海賊船は私も乗る機会があって、その時の動画が残っていたのですが、内装も豪華ですごく楽しいクルーズでしたよ。それもそのはずで、この船は JR 九州の豪華列車をデザインしたことでも知られる水戸岡英二さんが担当されているんです。木のぬくもりたっぷりな豪華な内装で、デッキも登れたり遊び心のある作りで、いい大人の私も海賊王に俺はなるとか中二病を炸裂しそうになりました。元箱根港を出発して芦ノ湖湖畔を走っていきます。この巨大な鳥居は箱根神社の第一鳥居です。倒れて下敷きになったら江ノ島名物丸焼きタコせんべいならぬ丸焼き南せんべいの出来上がりです。タコせんべいのことを考えていたら、お昼をまだ食べていないことに気づいたので、こちらのベーカリーテーブルさんでちょっと休憩していきましょう。サイクルラックはないよなんですが、テラス席もあるのでローディーにも入りやすいと思います。ジャグパン。今回はアンバターサンドとチョコパイにしました。見てください、この本はムチムチボディ、カチムチニッと詰まった造形美ブロッキングあんこ。口に入れた瞬間ファニャッとほどけたかと思えば、一瞬にしてスンと消えてなくなる。そしてチョコパイ、カリッザクザクタラン、あ、もうすぐ終わった。今日の足の子は風が強くて座っていると少し寒くなってきます。箱根でデートしているカップルを見ているとダブルパンチで寒くなってきますので、ちょっとと先に進みましょう。県道75号線を走っていきます。ここは緑が多くて気持ちのいい道なのですが、くねくねとして路肩が少し荒れていて、観光用の大型バスも結構通るので、ロードで走る場合は注意した方がいいかもしれません。途中にある箱根神社は平和な鳥居という湖に面した鳥居がある屈指のインスタ映えスポットのようですが、ローディーたるもの、そんなちゃらけたおしゃれスポットで道草食っているわけにはいきません。嘘です、朝の電車遅延がなければ私もおしゃれ写真撮りたかったです。水陸両用忍者バス、多分外国人にはドストライクのネーミングなんでしょうね。私もロードバイク忍者南チャンネルとかにしたら海外からの視聴回数稼げるかな。さて、時刻はすでに3時半。ここからは大涌谷小尻線という道路を登って、メインイベントの大涌谷まで登っていきますよ。大涌谷の開放時間は5時までらしいですが、ネバーギブアップの精神で頑張るっけない。登り始めて3キロほどはつづら折りになっていますが、それでも 6% から 8% ぐらいはあったかと思います。たまに斜面に対して垂直に登る道もあったりしますが、こっちは絶対に無理。箱根ロープウェイの宇爆駅あたりまで登ってきました。このロープウェイは芦ノ湖の桃源台駅から箱根山を越えて早雲山駅まで通じています。晴れた日になると遠く横浜まで見渡すことができたり、大涌谷の絶景を上から望んだりと、移動手段だけじゃなくてアトラクション感覚で乗れるのでおすすめですよ。でも軽やかに登っていくこいつを見ると今は殺意しか感じない。ちょっと撮り忘れてしまったのですが、ここから1キロほど登るとゲートがあって、渋滞状況によっては開放時間の17時前に閉鎖されてしまうそうです。今日は16時ぐらいでもまだ閉鎖されていなかったのですが、土日に来られる方はスケジュール感覚崩壊系ロードバイク女子の私みたいにギリギリにならないように注意してください。なんかちょっと怖いことが書いてある看板がありました。ふむふむ、心臓疾患注意と。この前ペナレルドグマイフが255万っていう記事を見て心臓止まりそうになりましたが、
私みたいな貧乏人には普通の感覚なので大丈夫でしょう。手をまた苦労して登ったのにロープウェイに追い越されたぜ。ワイヤーちょん切っちゃうぞ。さ、そんな一人ツイートをしているとだんだんおならのような匂いが濃くなってきましたよ。なんかモクモクしているところもあるし、今までの木が生い茂っているエリアが急に終わり、今日の最高地点こと大涌谷に到着です。ここ何回か来ているんですけど、ロープウェイでしか来たことがありませんでした。自分の足でこんなところにまで来れるなんて感動だな。木々がいっぱいの足の子と違って、ゴツゴツの岩肌が一面に広がって、ところどころ温泉が湧き出る煙や硫黄の匂いが立ち込めていて、圧倒される光景です。私この硫黄泉の匂いって大好きなんですよね。なんか夏にインスタでサイクルジャージのまま川に入っちゃうみたいなのを YouTube やインスタで見かけますが、温泉ばあちゃんとか言ったら面白いんじゃないかな。いや、ダウンヒルで投資するな。ここ大涌谷は3000年前の火山爆発によってできた跡ですが、意外にも湧き出る温泉の量は少なく、これを解決したのが大河ドラマ「青天を衝け」でも有名な渋沢栄一だったそうです。渋沢栄一が設立した白根温泉供給株式会社は、大涌谷に噴出する蒸気を地下から汲み上げた温泉用水を混合する方法で一帯への温泉供給を実現し、それによって高麗や仙石原が発展していったそうです。今でももちろん供給は続けられていて、硫黄や湯の花でパイプが詰まらないように作業員の方が毎日防毒マスクをつけて作業しているそうです。近郊から温泉まで渋沢栄一の趣味範囲広すぎだろってのもありますが、私の大好きな硫黄泉がたくさんの苦労の上に成り立っていることを知って、今度からありがたく使わせてもらおうと思いました。おならの匂いとか言ってごめんなさい。そんなおならの匂い、もとい硫黄の香りがついた名物から卵を買ったので、補給タイムとしましょう。1個、2個、3個、4つも入ってた。って私が食い張っているのではなくって、この黒卵1袋4個セットでないと売ってないんです。色は食欲をそそる感じではないかな。でも剥くと中身は普通のゆで卵の色でした。それではいただきます。うん、おならの味や。残り3つの卵、普通であればどうすんだこれ状態ですが、私南レベルのローディーであれば割らずに持って帰れるってもんなんですよ。1個、2個、3個。さあ、これであとはギャン泣きの赤ちゃんですら眠ってしまう滑らかな私のダウンヒルで、この卵たちは無事に宿まで到着できるでしょう。ほならじゃなくて、硫黄の匂いが恋しいですが、閉鎖時間も迫っているので、そろそろ箱根湯本方面に下っていきましょう。今日の最高地点はここ大涌谷なので、あとは県道734号線から国道1号線を通って一直線に下っていきます。たくさん登ってご褒美だぜ。途中ふと見上げるとロープウェイが、あんな高いところでも通るんですね。今は下りでハッハしてて機嫌がいいので、ロープはちょん切らないで置いてあげましょう。734号線と1号線がちょうど合流する地点に、箱根小涌園ユネッサンという温泉施設があります。ここ昔友達と行ったんですけど、水着で遊べるプールのようなところで、カップル、家族、友達とどんな組み合わせで行っても楽しめると思いますよ。ワインをぶち込んだワインブルやコーヒーブルなんかの変わり種もありますし、でもコーヒーブルって温泉で癒したいのか、カフェインでバキバキに覚醒させたいのか、ちょっとコンセプトが謎ですよね。国道1号線はそこまで車道もきつくなくって、下っていて楽しいのですが、路線バスを含む交通量がかなりあるので、安全第一で下っていった方がいいと思います。ブレーキで手が疲れたので、小涌谷駅でちょっと休憩です。なんか大涌谷の子供みたいな名前で可愛い。クレデカを稼ぐために何の意味もなく奇抜な動きをする女の映像をお楽しみください。激しく動いてちょっと体がほぐれたから、また下っていきましょう。キャッホー、イエーイ、明日仕事行きたくねー。
くらりの爽快感で本音が出てしまいましたが、有名な富士屋ホテルがあったのでちょっと見てみましょう。富士屋ホテルは創業140年を数え、あのヘレン・ケラーやチャップリンも宿泊した箱根屈指の高級ホテルです。創業時から外国人をターゲットとしていて、和洋折衷の独特な外観がおしゃれですよね。またホテルに室内プールを初めて設置したのもここ富士屋ホテルだそうな。屋根瓦もチレステカラーってことは、自転車乗りにも優しいホテルってことかな。箱根は下っているだけでも見どころがたくさんあって面白いのですが、今下っている国道1号線自体が箱根駅伝のコースなんですよね。ここ大平台のヘアピンカーブも必ずテレビ中継されるポイントです。ロードバイクをやっているからこそわかるこの急カーブ内側の斜度のきつさよ。箱根駅伝に映るランドマークといえばこの寒冷ドーマンも外せません。残念ながら安全性の問題や渋滞の原因となってしまっていたことから、2014年にバイパスが作られて閉鎖されてしまいましたが、ここは選手が通るときにトップとのタイム差が表示されてめっちゃ興奮したのを覚えてます。南選手トップ独走で寒冷ドームを通過、一人逃げで最後まで突っ走ります。大涌谷から一気に 900m 近く下って箱根湯本に到着です。楽しかった。温泉街は海外からの観光客も多く、平日なのに賑わっています。おまけに歴史のある温泉旅館がいい雰囲気を醸し出しています。箱根温泉の中でも最大規模の温泉場である湯本温泉は奈良時代に発見されたと言われ、その源泉は今でも残っていて現役で使用されているそうです。おや、これも温泉じゃないですか。ちょっと手だけでも江戸時代から続く名湯を味わわせていただきましょうか。あーちゃちゃなんでね、ちょうどいい湯加減でいい感じでした。今すぐサイクルチャージを脱いで入りたい気分ですが、ここで脱いだら外国人観光客にクレイジージャパニーズガールと言われてしまうので、さっさと次に進みましょう。箱根湯本駅に到着です。新宿からここまで小田急ロマンスカーで1時間半弱で来ることができ、そのまま箱根登山鉄道に乗り継ぎができます。この箱根登山鉄道は国内で最も急勾配を走る山岳鉄道で、最大で 8% の坂を走り抜けます。 8% というと感覚的にはそこまで激坂かって感じですが、鉄の車輪でツルツルのレールを走る鉄道をゴムタイヤのロードと比べてはいけません。鉄道にとって 8% は激坂オブ激坂であり、箱根登山鉄道は自転車界のマルコパンターニのような存在なわけです。山岳区間を抜けてようやく平らな大地に戻ってきました。この後は小田原を通って海沿いを走って熱海に戻ろうと思います。箱根湯本から小田原までの間に、多分昔使われていた市電だと思いますが、おしゃれなカフェや広場に併設して展示してある場所がありました。残念ながら本日は閉店でしたので中に入ることはできませんでしたが、中でお茶もできるみたい。古いものとおしゃれで新しいカフェが融合してとっても雰囲気のいい場所でした。少しずつ日が傾いてきましたね。残りわずかですが、収束して暗闇の中で誰かに追いかけられるのは嫌なので、兄貴でお家館でラストスパートです。ポンポコポン。小田原の市街地を抜けて海の香りがしてきましたよ。立体交差を抜けると海だ。山もいいけど海の潮風を感じながら走るのも最高に気持ちいいです。日没間近の幻想的な空の色と濃いブルーがとっても綺麗な景色を作っています。これがマジックアワーっていうのかな。走っていると青い矢印が切れ目なくつながっていますが、これはここが太平洋岸自転車道の一部だからなんです。千葉から和歌山県までをつなぐ 1478km というクレイジーな長さの自転車道ですが、一度走ってみたかったのでラッキーでした。車道と完全に分けられてはいないのでちょっと車が怖いですが、
通常の自動車道よりもかなり幅が広いせいか、車も余裕を持って抜いていってくれました。最近歴史や名所をよく調べているとコメントで褒めていただけてとっても嬉しいです。私は昔から旅をするときは事前にその土地の歴史を簡単にでも調べてから行くようにしているんですけど、そうすると何も事前知識がない状態で行くよりも2倍3倍楽しめる気がするんですよね。現在の綺麗な風景や街並みを見るのももちろん素晴らしい体験なのですが、どうやってその風景や建物や街が作られたのか知れば知るほど現地での感じ方も違って楽しむことができる気がします。ウイスキーやワインや日本酒なんかも作り手さんから出来上がるまでの過程を聞いたりすると味わって飲むようになってどんどんハマっていくのとちょっと似てる気がする。というわけで、みなみチャンネルでご紹介している内容は基本私が興味を持った部分ばかりで退屈な箇所も多いかもですが、これからもお付き合いいただけたら嬉しいです。そんなこんなで無事にホテルに到着しました。電車が遅れてえらいこっちゃだったけど、山も海もおならの匂いも十分に満喫できた最高のライトでした。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。